皆さんこんばんは、ロゼです。今日はコオロギを瞬間冷凍させて冷凍コオロギのストックを作っていきたいと思います。爬虫類を飼っている方は冷凍コオロギを飼う機会は結構あると思うのですが、タイミングが悪ければ冷凍コオロギも売り切れてしまっていたりとか、飼えないこともまあまああると思います。私たちは冷凍コオロギを自分たちで作れないかなと思って、冷凍コオロギを作ることにチャレンジしてみようと思いました。冷凍コオロギを作るというところまでは結構簡単なので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。コオロギを瞬間冷凍させるには、ただ冷凍するというよりも難易度が上がるかなと思います。今回はコオロギを瞬間冷凍させることを目標としてやってみました。それではコオロギを冷凍させていこうと思います。レッツゴー。用意するものは耐熱ボウルとドライアイス、エタノール、ビニール袋です。コオロギを冷凍させてストックを作りたい方は、自分の住んでいる都道府県や市町村の名前を入力してスペースドライアイスと検索してみてください。場所によって値段は変わってくると思いますが、このドライアイスは1キロ200円で買いました。エタノールは薬局に売っていました。ビニール袋は何でもいいと思いますが、穴が開いているとエタノールが入ってきてしまうので、穴が開いてないかどうかはチェックしましょう。それでは実際にコオロギを凍らせていきましょう。ここでもセブンのアイスコーヒーのカップが役に立ちます。このセブンコーヒーの中にドライアイスを入れていって、そのまんまここに置きます。そのドライアイスでコオロギを二酸化炭素を発生させて窒息させます。袋に直接入れてしまうとコオロギが暴れ回ってストレスで尿や糞をしてしまうので衛生的に良くないので、一旦窒息させます。それではドライアイスを入れていきましょう。だいたい煙が行き渡ってきたかなってぐらいですけど、まだ動いてるやついますね。もうだいたい窒息してると思うので、エタノールとドライアイスをここのボウルに入れて冷凍させるやつを作っていこうと思います。
気をつけてね。あ、いい匂い。うわ、すごいアルコールの匂いがする。むせ返るほどのアルコールや。落ちてしまった。病院の匂いみたいな感じなんかな。うん、すごい。ああ、結婚式の会場で見るやつや。煙がなくなって窒息してから時間が経つとコオロギが息を吹き返してくるので、ちょっと水を追加しました。で、こうやってふつふつさせてる間にコオロギを袋に入れていこうと思います。煙で見えない。こっち全く動いてないね。動いてないね。エタノールはマイナスにするとだいたい75度ぐらい。8度だね。78度か多分。78度が最大なのでガラスボールは耐えられるはずです。はずです。じゃあコオロギを袋のまんまここに入れていこうと思います。こうすることによってコオロギが瞬間冷凍されます。間違って手を突っ込んじゃったりとかしないように気をつけましょう。結構ドライアイスごついね。まだ凍ってる感全然ない。結構時間かかる？うん。コオロギの上にドライアイスを乗っけて、こうもうコオロギがもうほとんど使ってる状態になるようにしてます。これでちょっと待ってみようと思います。ドライアイスがね、エタノールと反応してアルコールがこんななんかマグマみたいにふつふつとドロドロした感じになるのは初めて見ました。いや、とてつもなく冷たいと思う。ボールもすっごい凍ってます。エタノールの融点が114度やったはず。多分10分ぐらい経ったんで、袋の中のコオロギが結構分厚くて厚みがあるので、中のコオロギがなかなか凍らなくって、こう押し込んでみたりとかドライアイスを上に乗せてみたりとか、ちょっと試行錯誤をしながら漬け込んでたんですけど、多分そろそろいい感じだと思うので一度袋の中を確認してみたいと思います。うん、カッチンコッチンや。今一瞬動いたんかと思った。やば、パキパキに取れちゃう。多分
冷凍コオロギを販売してる人たちもこうやって瞬間冷凍させて、足とかをこうパリパリにした状態でムカーって振るかなんかして足とかを取ってるんだと思います。こことか真っ白白だもんね、後ろ。でもまだこっちの方とかも見た目がちょっと弱いけど硬いよ。硬い硬い。あ、なんかこれとかプニってそうに見えるけどやっぱ外側にいたコオロギの方が凍ってて、内側の方が弱いって感じですね。弱いって言っても凍ってるんですけど。カチンコチンに凍ったら、月夜のファームさんで取っておいた発泡スチロールの箱にコオロギを詰めていこうと思います。凍ってる感じがあんまり伝わらんと思うんだよね。あ、下すごい。うん、凍ってるね。ね、うん、めっちゃ冷たいわ。動いてんのかと思ったら下のグツグツだ。こっちはこの辺でいいかな、もう。ギチギチにしてもしょうがない。ギチギチにしても。なんで2回も言った。いいよ。うん、これで1回閉めて、もう1個に。はーい。出荷します。出荷されました早い。いいですか、入れてくださいね。この音。すごい。へー、おお、ここは取れないけど、ここ結構丈夫。うん、でももう指とかは、指って言わんか、取れた。で、手足も簡単に取れるぐらいの硬さ。羽はちょっとあれかな、湿ってるやつは取れないんか、さすがに。ああ、羽まではいってないけど、胴体とか筋肉質なところは全部凍ってるわ。多分完全に凍り切るまでは15分ぐらいかかってると思うので、瞬間冷凍まではいかなくても冷凍庫で凍らすよりは早いかなってぐらいでした。もっと効率よくやれば本当に瞬間だと思うよ。こうこのまんまこうジャブーンって入れたら絶対瞬間だと思う。凍らせてる間に直接コオロギを入れようかという案も出たんですが、そもそも袋に入れてここにつけているのは、コオロギをここに直接入れるとエタノールとかがコオロギに浸透してしまったりとかついてたりとかするので、爬虫類にあげるのはどうなのかなって思ったので袋に入れて凍らせました。なのでここに直接ドボンは今回はやめておきました。コオロギを直接入れたら羽とかももっとパラパラになってもげるのかもしれないです。あと袋に入れてコオロギを凍らす場合、もうちょっと大きいボールの方がいいですね。やっぱりドライアイスとかこの液体の底に面してる部分だけ凍るのが早いので、そこになるべくコオロギを接してるっていう形にした方がどう考えても早いです。あと、袋も分厚いやつじゃなくって、薄いポリ袋みたいなのに入れて凍らした方が効率がいいと思います。このドライアイスとエタノールのやり方は今回初めてだったので、私たちも探り探りの状態でやっていました。
前まではコオロギを窒息させて、ここまでは一緒なんですけど、窒息した後にこの中にもう詰めちゃって冷凍庫に入れて凍らしてました。でどうしてもその状態だとちょっと湿気があるので、下にキッチンペーパーを敷いて湿気も取りながら凍らせるって感じです。今回のねやり方だと全然湿気てないね。湿気はほぼないですね。またコオロギをもっと効率よく凍らせる方法が分かったら動画をアップロードするので、よかったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録などお願いします。あとはこの発泡スチロールを冷凍庫に入れるだけなので、この動画はここで終わりにします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。それではこれでどうでしょう。行きます。ドライアイスを有効活用してます。とても涼しいです夏先取り、やばい、いい感じ。これ月夜のファームの CM 使えるぞ The Frozen Cricket Outside。案件待ってます大きく出た工場見学させてくださいそれマジ切実に願うわ。暇を持て遊んだ、持て余した、暇を持て遊んだなんでそう言い直すの。凍ってきてるんだ、氷になってる。ほんとじゃん。はい、最後トラサーデイそれ言ってほしかったのか。うん、そう言ってほしかった、うん、自分で言っとるといいやん。わからんもん歌詞がわからんでいいわ。トラサーデイ、トラサーデイトゥナイデ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